フルボートゆうやの日本酒 TV、 イエーイ。こんにちは、日本酒ソムリエのフルボーです。ゆうやです。はい、本日は渋谷にある日本酒バル藤屋さんにやってきました。はい、こちらは渋谷西口から歩いて3分ぐらいですかね、のとこにあります。でこちらでは70種類の日本酒が1時間500円で飲み放題ということで、安いね。非常にコストパフォーマンスのいいお店になっておりますのでいいっすね。はい、じゃあ早速中に入っていきます。行ってきます。冷蔵庫から選ぶ自分のやつ。こんなん奥にもめちゃくちゃあるの。そっちにもあるの。こっちにもあるの。いいのある。いっぱいあるの。めちゃめちゃ種類があって悩んじゃいますね。有名な日本酒多いの。そうだね。でもこれもある。8000、陸奥8000もある。じゃあまず俺陸奥8000いきますわ。うん。赤部赤部美味しい。うん、おすすめ。吟醸作り。これも美味しい。晩秋1個かな。晩秋1個。晩秋1個。これもおすすめですね。純米だね。純米にしよう。俺純米派だから。うん、晩秋1個も美味しそうですね。はい、ということで、はい、1回目ですね。俺のなんだっけ。お前の晩秋1個だ。晩秋1個。晩秋1個、兵庫県の純米酒で、俺が、なんだっけあれ、陸奥8000だ。陸奥8000の特別純米酒、青森県ですね。乾杯。まず一杯目。リンゴっぽい香りっすわ。後味がすごい晩秋とか。頼んでみて。なんかキレがいいとかじゃないですか。うまいよこれ。うん、美味しいね。あ、これキレがいいといいんじゃない。キレがいいよ。キレがいい。日本酒一本で飲んでも美味しい。なんかつまみとも合わせやすい。そう、おつまみとも合わせやすそうだし、おつまみなくてもいける。いけるね。これはフルーツ合わせ、青森。リンゴっぽくない香り。あ、リンゴっぽい。すっきり。すっきりだね。すっきりだよね。爽やかだね。リンゴ系の匂いしたら割と爽やかな傾向だね。確かに。なんかちょっと判断できるようになってきたけど。これウニプリンらしいです。お通しでウニプリンね。お通しでウニプリン。いいね。贅沢やない？ウニとイクラとプリンね。めっちゃいい音。ちゃんとマスに入ってるわけですよ、ね、やっぱ日本酒のお店ですからマスに入ってる。入れ物にもこだわりを感じられますね。うまいじゃん。これも含めて500円ですからね。なんで安くね。安いよね。安いよ。3点ほど質問させていただこうと思うんですけど、はい、この日本酒店のコンセプトは何ですか。コンセプト、まあ、1時間500円、まあ、はい、ワンコインで、日本酒を飲めるっていうのと、まあ、47都道府県の全国の日本酒をワンコインで飲めるよっていうコンセプトでやらせてます。あ、そうなんですか。これって47都道府県のそれぞれの県から1種類ずつなんですか。そうですね、基本的には1種類ずつで、まあ、プラスアルファで、まあ、有名なお酒とか、まあ、僕がチョイスした美味しそうなお酒とかは入れさせてます。あ、そうなんですね。はい、あ、じゃあ2つ目の質問なんですけど、はい、お客さんってどういう方が多いですかね。なんか年齢層とか。そうですね、サラリーマンの方ももちろん多いんですけど、やっぱ女性の方も多いですね。あ、そうなんですね。まあ、居酒屋って大体2割ぐらい女性、はい、なイメージじゃないですか。はい、まあ、うちだと 3、4割ぐらいは女性。あ、そうなんですね。で、女性2名様でも楽しんでいただけるような。あ、じゃあ結構、まあ、女性も入りやすいような店っていう感じなんですね。まあ、普通に和風メニューから、洋風メニュー、まあ、バル要素も入ってるんで、はい、まあ、若めの方が多いです。あ、そうなんですね。はい、3つ目なんですけど、日本酒を仕入れる基準を教えてください。仕入れる基準なんですけど、
僕が好きな日本酒。あ、そうなんですね。間違いないですね。めちゃくちゃ好きなんで。あ、そうなんですね。カタログあって、まあ、それ見て、あ、これ飲みたいなって思ったらとりあえず。あ、そうなんですね。僕が、まあ、見たことなかったら逆に勉強のためにじゃあ一回入れてみて味見して、あ、美味しいなと思ったらコンセントにして。あ、そうなんですね。まあ、あと時期によって秋、春夏秋冬あるんで、はい、まあ、秋だったら冷やおこういう風にやらせていただきます。そうなんですね。お店のに並んでる日本酒って結構そのもうなくなったら新しいやつ、新しい銘柄って感じです。それとも継続して、基本の47銘柄、まあ、50ぐらいかな、まあ、まあ固定で、はい、でそれ以外に変動する30種類ぐらいがあるっていう。すでに80種類ぐらいあるんですか？店にあります。すごいですね。めちゃくちゃ多いですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあちょっとこの後も少し美味しくいただきます。ありがとうございます。日本酒1時間飲み放題で500円です。安くないですか？もう2杯目いきます。じゃあ次行きましょう。選びます。うん、好きなんですよ、黒龍が。黒龍？黒龍大好きなんですよ。黒の龍。そう。どういうやつ？結構ね、あのバナナのね、バナナ系の香りがね、すごくうまくできてるとこ。へぇ、たくさんイソアミルっていう成分が強いんだけど、香り系の。あ、そうなの。次は2杯目選んだのが、オービデン辛口純米オービデン。辛口ですね。俺これ前飲んだことあってね、美味しかったんだよね。はい、2杯目ですね。ゆうやさん何だっけ？オービデン。オービデン、これ黒龍。はい、うまい。オービデンうまい。自分のアイデアと考えてます。臭みがない。美味しい。バナナっぽい味するよ。口に含むとやっぱりバナナっぽい甘みは感じる。黒龍。黒龍。あれ、ホービデンもいいの？いや、ホービデンうまいよ。え、これホービデン？え、これバナナっぽくね？え、これバナナっぽくね？そう。あ、逆じゃね？逆。え、これ黒龍の味な気がする俺。だってさ、バナナっぽくない？これ。分からないけど、俺そっちがホービデンだと思う。え、そうなの？うん。じゃあ俺黒龍めちゃくちゃ好きかもしれない。多分俺たち取り間違えた。めちゃくちゃうまいね、黒龍。あ、黒龍の方が好きかもしれない。オービデンはね、なんかこれだけで飲むと結構強い。なんか、うん、おつまみとやっぱ合わせるべきってことかもしれない。もう終わったんだよ。でもこれだってさ、多分40ドルぐらいしか入ってないからさ。そっか、全然バンバン行けばいいよ。バンバン行けば安いし、なんか本当に種類がめちゃくちゃあるから、まあちょっとしかもちょっとずつ飲めるじゃん。確かに。だからこれだってもうこんなんだよ。多分ほんと30ミリとかしか入ってないから。うん。だからなんかあんまり日本酒を飲んだことない人でも、こういうお店来て、で結構有名な銘柄がめちゃくちゃいっぱいあるから、でちょっとずつ飲めば自分の好きなタイプが分かるかもしれない。確かにね。やっぱり日本酒の始めはまさにこういう店が俺はいいと思う。確かに天ぷらすごいよ。天ぷらぐず数がすごいね。まあ俺カマメール行くわ。カマメール。あ、でもさっきも俺松屋でチーズ豚の食ったわ。やめとくわ。ゆったり目にしとくか。おつまみ頼んだんすけど、俺が頼んだのがミョウガとイカです。で、ミョウガ頼んだのはエビ入りすり身と椎茸と、で、あとこっちが牡蠣っすね。うん、美味しそう。海のミルクですね。ミョウガ、ミョウガの天ぷら食ったことねえわ。どう？ねえ、俺ミョウガ好きなんだよ。いや、俺も好き。
うめえわ。口ついてると口みくん、カキ食いますよ。カキ、カキ好きなんですよ。カキ好きなんですよね。うまい。うまい。肉肉しいわ。あぶね。結構辛口の日本酒だから、油をスッと洗い流す感じで。うまい。はい、ということで、本日は日本酒バル富士屋に行ってきました。イエーイ。美味しかったね。美味しかったね。で、なんかもう8杯ぐらい飲みましたよ。そうだね、やっぱり、まあ、飲み放題の醍醐味はね、やっぱりいろんな日本酒をちょっとずつ、うん、まあ、試しながら自分の好きな日本酒をね、うんうん、と出会うっていうのが、まあ、一番の醍醐味だと思って、今日はそれができたかなと思いますね。めちゃくちゃ安かったからコスパ良くて、まあ、渋谷からも近いんで、そう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 、結構いい日本酒バル見つけたなって思いました。で、ね、ゆうやも今日新しい出会いがあったもんね。そう、あの黒龍っていう日本酒がすごい美味しくって、結構ランキングに入るレベルの美味しい日本酒でした。良かったです、ね、ちょっと今度また飲もうと思います。ここに来ても出会うことでしたね、ということなんで、はい、ぜひ皆さんも、日本酒バル富士屋さんに来て、いろんな日本酒を飲み比べて好きな一品と出会ってみてください。はい、本日の動画は以上になります。面白かったりためになったらチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。